どうもこんばんにちは、イスゲーです。はい、今回もねメダル隣の方実況プレイしていきたいと思います。で、はい、早速あらすじの方からいってみたいと思います。はい、前回のあらすじですが、はい、3つのクエストを終わりました。で、ハローのね射撃術がね冴え渡りまして、はい、1つ目のクエスト一撃で撃破で、2つ目のクエストはまあ余裕だったね、余裕で倒して、3つ目のクエストも一撃で粉砕というね、もう一撃必殺のね100発100中のハロですわ。はいまあそれは置いといて、うん、まあね、その2番目のクエストでクレーターのところに行ったんですが、はい、そのクレーターの地下、まあ火山の中だね、火山の中になんかメダリア、いっぱいのメダリア、もしくはものすごい質のいいメダリアがあるらしい。で、そこに行けるクエストが1つ増えてるんですかね、多分増えてると思います。で、今回は多分そこまで行けると思います。はい、イベントも進むだろうね、それで。はい、って感じですね。今回はそのクエスト、あと2つ3つ残ってるんで、それを終わらせるのが目標です。はい、それとこちらご覧ください。シャキーン、プロミネンス、はい、あのプレゼントですね。はい、あれ何回やってもらえなかったんですけど、ちょっとね調べてみたらね、調べてみたつか 3DS を調べてみたらインターネットに接続できていなかったっていうねそれは取れないわはい、もう本当にすいませんでした。でもね、すごい強い装備でびっくりしております。これは なんだろうね、前作に出た機体なのかな。うん、まあちょっとわからないんですが、この機体、もう一つのブラックビートルだっけ、あっちは見たことあるんですよね。こっちちょっとないんだけどね。うん、まあね、こいつを買いまして、でこちら、はい銀星の方も、これあのプレゼントでもらったやつ、はい、レーダーですねブリキ王から乗り換えました、速攻で絶対こっちの方が強いもんってことでね、なんかね、あれです、いつもこの、あ、そうラピスさんもちょっと変えております。ラピスさんももう完全にね防御系の機体に変えました。はい、ヘビーパーツもね、ヘビーパーツもオーバーしてないから大丈夫ですよね、これ。うん、まあこのねハローと銀星、ラピスの方を基本使っていきますので、この3機だけだね、ほとんど今までも使ってないし、他の機体は。うん、で役割がありまして、このハロは攻撃重視、スーパー攻撃重視 ですね。それから銀星さんはちょっと助ける、ちょっと 助けながらも早い機動力で攻撃する。まあね、ドラクエとかそういうやつで言うと、もう魔法剣士みたいな魔法剣士みたいな立ち位置ですね。もうね、ハロがあれだ、ファイターだ、ファイター。そんでラピスさんがもう僧侶僧侶じゃないね、タンク系かな、どっちかというと。僧侶はいませんうん、ちょっとね回復 してる暇があるなら攻撃しようって方が私すげに合ってるので、はい、まあ、攻撃というか、まあ、防御してもらっているうちに、この銀星とハロで敵を倒すっていう感じですね。ということで、このパーティーでやっていきます。もう言葉がまとまんないちょっと長くなりましたが、早速行きましょうか。おはようございます。おはよう、おはよう。じゃあ早速クエストをやっていきましょう。あ、2つだね。じゃあとりあえず上から順にクエスト。メダリア採集、人工スキー場、スキー部の練習場だな。雪の下にでも埋まってるのかもしれないね。探しに行ってみよう。了解です。クエスト、メダリア採集、人工スキー場開始だ。位置的には外輪山の山裾だな。山岳入り口から入ればすぐだ。山岳入り口からスキー場、了解です。はい、ということで人工スキー場来ました。お、ロックな曲だね。ラックラック、あ、
選曲か。おっと残念だったね。ここは僕らスキー部のテリトリーさ。だからここのメダリアはスキー部のものってわけ。どうしてもというなら近づくで奪ってみせんのね。いいの？じゃあガチで行かせてもらうわ。よろしいですね。はい、ということでどうしよっかな。コンボ入力モード速攻で決めちゃいますわ。なんか真ん中の機体がちょっとね、なんかいやらしいことやってきそうなんで、ちょっと止めておきます。それからのボディショート、アンテナアンテナだっけ、使っていきます。それからストーンシールドいこうかな。ロボトルファイター、よっしゃ行くぜ。金星頼む。ダブルキロとの違いを見せてくれ。はい、守っていく。さーてと、コンボ入力モード、ターゲットセレクト。さあ早速一緒に行こうか。さあ行けるかな。いい破壊力だね。リーダーではない。ないでしょう。よしよしよし。おお、これは凍るのかな。守るって1回だけなんだ。いや違うね、ラピスに攻撃され、あれ発射テイク。ほうほうほう、そういうことか。まあでも面白いね。さあ銀星さん頼みます。いけい、よし、さあこれでしまいにしようや。よし生きてきた。いいねいいね。次は上の方倒そうかな。あ、やべ、あそこ完全ガードだね。でもいいねこれ、一回必ず守れるからね。あら、避けれない。運転で受けようか。あ、よかったよかった、ミサイルミサイル。さあハロー行こうか。ガード残念、いかんのだよ。さあ、弾けろ。よっしゃー、さあ、どんどん行こうか。あ、リーダーじゃない。参った、もう倒したよ、左。さあ、ストーンシールド張っていく。残念、ディフェンスでしょ。さあ、行こうか。よし、ケーキターン。さあ、トイキだ。よいしょ、うん、さあ、この方はさっきとミサイルしか撃てないからルビーシールドでガード。さあ、終わりにしましょうか。早速、使っていきたいと思いますね。あ、さあ、行くぜ、プロミネス。一撃で終わるかな。楽しみだね。さあ、ハロー、狙い撃つ。うおほ、半端ねえ半端ねえでもこれ避けられたら痛いね、ちょっと。ロボトル、かっこいいね、破壊光線だね、破壊光線。はい、ということで圧勝でしたね。メダリア走行回復を手に入れた。ああ、メダリアが。こんなことならお金で解決すればよかった。これだからお坊ちゃまは。お坊ちゃまなんだ、あの子。反応はもうないな。よし、物質へ戻ろう。あっけないねよし、帰ろうか。はい、帰ってきました。じゃあ、クエストの、報告をしましょう。クエストメダリア採取人工スキー場を達成した。探検部の実績が上がった。よし、今日はこんなところかな。また明日頑張ろう。ああ、もう眠い、今学校行きたくない。はい、おはよう、ハロー。じゃあ行こうか、学校。グッドモーニング、皆さん元気元気。はい、ということでやっていきましょう。次のクエストがね、ちょっと今回のね、動画のメインになるんじゃないかなと思います。クエストメダリア採取
封鎖された参道か。これが少々厄介なクエストだ。反応は見つけたものの、そこに通じる道がまだあるかわからないんだ。まあ行くだけ行ってみようよ。無理なら諦めて戻ればいいよ。オッケー、クエストメダル採取、封鎖された参道開始だ。参道の先には今は使われていない吊り橋があるらしいが。使われていない吊り橋、まあとりあえず行ってみましょうか。あ、こここんなの前からあったっけ。気がつかなかったな。草に隠れていたのか。いやいや全然なかったと思うけどね。あ、わかった。最近みんなメダリア探しに夢中だからですよ。こんな場所でも結構人が歩くようになって、草を踏み散らし踏み鳴らしちゃったんじゃないですか。かもな。何か書いてある。うん、無理だね。ほとんどペンキが剥げてる。これ鉱山時代のやつでしょ。古いよ。あ、今度はどうした。道があります。やっぱり草に隠れててよく見えないけど。本当だ、メダリン反応のある方角と一致します。行ってみましょう。さあ、お、吊り橋だ。しかも長い。うわあ、走れ。危ねえ危ねえ。どうすんの。他に戻れそうな道はないか調べてみよう。わあ、焦ったね。どうすんのよこれ。ここはダメか。この茂みの先も奈落の底だね。うん、参ったな。それなりに注意を払っていたつもりだが、まさか橋が落ちるとは。自然がいっぱいで素敵な場所です。今夜ここでキャンプしますか。楽しそうだね、まいんちゃん。あー、こっち行ってみようか。この先は崖か。ものすごく下に川が見えるぞ。落っこしたらバラバラになっちゃうぞ。ダメか。ここまっすぐとりあえず行ってみようかな。あれ、ここまでしか行けないのか。目の前は岸壁。とても登れそうにないな。もう探すとこないな。みんなどうだろう。部長に相談してみようかな。聞いてみようか。部長。やあ、いすげくん、見つかったよ。え、本当ですか。どこです。ほら、これメダリア回数アップを手に入れた。あ、やったー。で、違います。道が見つかったかどうか知りたいんですけど。わかってるよ、ほんの冗談だってば。で、肝心の道の方はどうなんです。うん、ダメだね。どこも断崖絶壁だよ。やっぱりあの吊り橋しかないみたいだね。スマホは繋がるみたい。仕方ないね。学校、いや、レスキュー部に連絡取ってみるかな。レスキュー部か。嫌なの？そんなことないです。でも、できれば自力で戻る方法ですね。その。ああ、君。あそこの1年としょっちゅうやり合ってたもんね。だけど上級が上級だし我慢してよ。こういう時のためのレスキュー部なんだから。先生や生徒会に連絡取るよりもずっと穏便だと思うよ。ですよね。わかりました。俺、いつげ。ハーロ君が呼んでるよ。行ってみたら。
ミオが仲間から外れた。タケムクリニックが仲間から外れたの？なんで？とりあえず行けってこと？ここ見てみろ。ん？お。はは、あっち側になだらかな場所があるな。目の前の岩場さえ頑張って抜ければどっかにたどり着けるかも。行ってみようぜ。わかった。じゃあちょっと待ってて、俺部長に。あ、あ、待てって言ってんのに。もう早く来いよ。部長に伝えて。やっぱね。じゃあ行こうか、とりあえず。え、あ、あ、戻れない。ああ、ハロー、遅いぞ。ほら、勝手に行動すんな。勝手、待てって言っただろ。わかったって聞こえたぞ。その後だよ、部長に相談するから待てって言っただろ。なんで？俺はお前に相談したんだぞ。なんでお前が部長に相談するんだ？だって探検部だし。ってそんなこと関係ないって、危ないからだよ。見ろよ北道、崖崩れて塞っちゃったんだぞ。どうやって戻るんだよ。おまけに奥の草むらからなんだか嫌な音するぞ。もし強いののらめだろめのらめだったらどうすんだよ。略すんだね、そこ。今襲われた俺たちだけ出た。なんか来たね。何これ、パペットマペット。それでは大分見てよろしいですね。行くぜハロー。よし、チャージ 50% にして一気に倒そう。戻る？ファイト！おお、そっちもそう来たか。だがこっちの方が早い。アクションセレクト、アクションセレクト、アクションセレクト。100にして一斉射撃で倒そう。アクションセレクト。おー、溜めて溜めて。ディフェンスパーツセレクト。何してくんの？え、体当たり。ほほー、やるじゃないの。よっしゃ来たぜ。一斉射撃行くぜハロー。狙い撃つ。マジか。アクションセレクト。厳しいね。やばいぞこれ、左腕パーツやられたら。くー、待って待って待って。アクションセレクト。ちょいとマジで厳しいんですが。なあ、回復してやんの。あの野郎。クリッカル貫通。よしよしよし。なあ、早くね。頭パーツが回復かな。アクションセレクト。あー、やばいね、またチャージしてきた。クリッカル、よっしゃ貫通。え、マジか。待って、強くないこいつ。いやー、アクションセレクト。
こっちだってやられてたまるかよ。行くぜハロー、狙い撃つ。あと頭のみ。アクションセレクト。これで終わりにしようや。行くぜ。終わりだ。よっしゃ。あぶねえ。リーダー機能停止。あぶねえ、強かったこいつ。ロボトルウィン。うん。焦ったわ。なんだ、地面が崩。いって。ロボットの衝撃で崖が崩れたんだ。あそこから落ちたのか。すごい落ちたな。どうする？どうするって。とりあえず戻れそうなところを探すしかないだろう。おっと、これ以上進めない。流れが激しすぎる。うわ、急に深く落ち込んでるぞ。迂闊に入るとあっという間に流されそうだ。お前のせいだぞハロー。ん？急だねまた。俺のせい？なんで？落ちたのはお前が乱暴に飛び跳ねたからだ。お前のせいだ。なんだと？勝手な行動したのはお前じゃないか。なんでいつもマスターの言うこと聞かないんだよ。いつもロボトルでもないのに、なんでお前の言うこと聞かなくちゃいけないんだ。俺はいつもお前の後ろくっついて歩かなくちゃいけないのか。くー、ああもう分かったよ。だったらもう勝手にしろ。ああ勝手に行動するぞ。ロボトルだって勝手にするんだからな。おーい、誰かいるのか。いたら返事しろ。ここです。おーい、その借金救助開始。支点の確認。3点確保。スリング巻き付け完了。降下します。怪我はないか。大丈夫です。よし、では戻るぞ。了解。かっこいい。かっこいいね。クエスト、メダリア最終封鎖された参道を達成した。探検部の実績が上がった。上がったのかな、落ちたんじゃないの。全員怪我もなく無事でよかった。レースキューブに感謝するんだな。しかしだ、最近生徒たちを心配する先生方の声が多く寄せられるようになった。一つ、生徒たちがメダリア探しに夢中で授業にも身が入っていない様子だが大丈夫かとの声。一つ、危険な場所に入り込む生徒たちが増え、このままでは何か起こりはしないかと危ぶむ声。そろそろ何か手を打たねばと頭を悩ませていた矢先のこのアクシデントだ。しかも騒ぎの元である探検部の遭難と。呆れた言葉も出ん。はっはっは。笑うな。私とて学生の一人だ。課外活動の選択肢を狭めることは本意ではない。しかし生徒たちの安全が脅かされる問題となれば話は別。これ以上元凶を野放しにしておくことはできん。探知アプリの利用禁止を検討する。正式な決定が下るまでアプリは使用禁止だ。分かった。言いたいことはあるか。ございません。それから体育祭の準備には探検部も参加してもらう。ええー、
黙れ。ただでさえメダリアラッシュとやらのせいで体育祭の準備は大幅に遅れているのだ。加えてこの騒ぎ、この程度の奉仕活動は当然のこと。当日は早朝開始時間の30分前には所定の場所に集合するように。遅刻は許さん。分かったな。返事。はい。起きなきゃ。あれ？なんだい？ガムテないんですけど。ガムテ、ガムテープならそこの箱だよ。見てみろ。見てみてよ。ないです。あれ、もうなくなっちゃったの？早いな。今日がお呼びでしょうか？注文した備品が見当たらない。おや、そういえば用務員さんが届けてくれるはずなのですが。仕方ない、僕が取りに行きましょう。今は手が離せないんで、もう少ししたら。そうだねえ君、僕の代わりに港に行って用務員さんが荷物を受け取ってきてくれないか。生徒会って言えばすぐに渡してくれるよ。ガムテープもその荷物に入ってるから、ついでにさ。港ですね。わかりました。お、チェ、まだ怒ってんのか、あいつ。どうしたんだい？あ、なんでもないです。港でしたよね。行ってきます。さあ、港を着きましたが、コンビニ？コンビニなんてあったんだね。ん？怪しい。あはは、来た。あれは教頭先生。何話してるんだろう。っていうか、こんな朝早くに何やってんだ。あの船なんだろう。あの黒服たちは一体。いや、あいつら前に見たことあるぞ。確か。隠れなきゃ。エクラボ、カンダクさんのポンコツにリベンジだ。ラボロボどこに行きだろう。あっちは鉱山かな。するとポンコツロボっていうのは鉱山口のメダロットか。おじちゃん、あんた学生さんか。こんな朝早くどうしたね。何、荷物を受け取りに。ああ、だった人違いだって。人た、ね、さっき娘が届けに向かったところだ。今頃無事に届いてると思うよ。わざわざ来てくれたのにすまんね。ちょっと休憩中だろぼ。ほんのちょっとだけろぼよ。ここ鉱山口に行けってことかな。やっぱあの教頭先生怪しかったね。とりあえず目田学院に戻って、おかえりなさい。あの用務員さんに聞きました。はい、すまない、荷物さっき届いちゃったんだ。港の店員さんが学校まで来てくれて。おや、どうしたんだい、怒っているのかい。いや、
うちの部員たちはどこに？部員たち？はて。あ、探検部の皆さんでしたら、生徒会長か何か頼まれて揃ってどっかに出かけましたよ。どっか？どこへ出かけたんですか？さあ、それはわからないけど、きっとすぐ戻ってくると思いますよ。はい。わかんないけど、まあちょっと時間もいいので今回はこれで終了したいと思います。はい。まあ今回何が起きたかと言いますと、まあ一つ目のクエスト、なんだっけやばいね、あんまり覚えていないというねまあとりあえず、はい、遭難してレスキュー部に助けてもらいました。はい。それからのハロとの喧嘩、また喧嘩ですよ。まあ喧嘩するほど仲がいいというね、うん、そういう言葉もあります。で、次回はですね、やっとロボロボダウン来ましたね。これから派手にイベントが進んでいくと思います。はい。ということで次回をお楽しみください。ということでご視聴ありがとうございました。またこのメダロトでお会いしましょう。 See you again! バイバイ。